ジャガーズチャンネル始まるよ。ジャニーズ大好き、ジャガーズです。じゃじゃーん。さあ、行ってきました。行ってきました。キスマイ2つのコンサート行ってきました。チーアンが行ってきたということで、はい、あのね、まずその興奮とかこんなことがあったよっていうのを、うん、まだツアーの途中ですからネタバレしない程度、うん、そうだね、はい、言おうと思ってるんですけど、まずあのキスマイがね、うん、去年が10周年だったんだけど、はい、無観客だったわけですよ、うん、だコロナでね。でそれでファンとしては直接おめでとうって言えなかったと、うん、っていうのもあったので、もうやってくれて、もう声は出せなかったですけど、まあ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 、まあ、もう気持ちは一緒の空間を迎えたっていうのが、う、ね、もうファンとしてはめちゃくちゃ嬉しかったね、はい。ちょっとね、これ見てください。何？新500円玉？何？新500円玉ですけど、これね。お、おー、はい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 。席見てる、ね。おお、えぐ。アリーナ A ブロックの前から4列目。めちゃくちゃ、だからもうメインステージの前から4列目。何それ？すっごい。過去一番くらいじゃない？過去。メインのステージのそこになったら。そう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 。めちゃくちゃ神席だったの。これ入った瞬間のあれでしょ？そう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 。 うわ、えぐでした。神席まさかの。これはファンサム期待できるんじゃない？でそれで、うん、僕はなぜこの格好したかっていうと、この格好で行ったの。おお、はいはいはい、目立ってるね。とにかくあの声出せない、はい、でもファンサ欲しい、はい、目立とう、目立とう、何目立つ、これだ、これで行ったわけです。でこれはこれ玉森くん。なるほど。これって気づくだろう、見てくれるだろう、カゴね。ペンライトも黄色に、はい、出たね、はい。途中で、ね、二階堂くんが見てくれた。お、見てくれて、結構ガン見で見てくれて、おう、でこうやってやってくれて、でもマスクもしてるし、フェイスシールドもしてるから、うん、まあ、ジャガーズってのは分かんないだろう、うん、普通に男性のファンだっていう感じで、うん、多分手を振ってくれたんだなって。でも全然あとはもう目線が合わないというか、なかなか、なかなか、うん、その逆側向いてたりとか、はいはいはい、あって、最後の最後、もう最後終わってこうって振る時に、タモリ君が目の前に、おー、チャンス、振る時にタモチャンス、多分僕の予想だけど、うん、がっつり目合ったの。おお、目合って、うん、黄色のペンライトも、うん、黄色の手で、うん、見てくれるわ、黄色は、うん、でやったら、ともりくんがこう見た後にマイクで、男性のお客さんありがとうございますって言ってくれた。おお、多分僕のことだったのかなっていう。男性のお客さんもありがとうございます。周りいなかった男性、何人かいた？いや、多分いなかったと思うんだけど。おお、ってことはもしかしたら多分僕だったのかなっていう。いやでもね、嬉しいね。嬉しい。いやもう何よりも、もうこれ歌った、あれ歌ったって言ったら、もうネタバレは言えないけど、やってくれたことに感謝っていうのと、うん、もう本当に心の中でおめでとうっていう、10周年おめでとうっていうのも言えたっていう、ね、アテンションは、アテンションはまだ歌うだろうな。いやもう何も言っちゃら、言ったらあれだから、楽しかった。いいね。同じコンサート行ってた人ね、もしいたらね、目立つ、これ目立つかな。あの人、あれ、ジャガーズだったんだってなってるかもしれない。なってるかもしれないけど、うん、いやー、めちゃくちゃよかった。じゃあそんな楽しめた。いや、神席がビビったな。神席、ちょうどね、あの僕 LINE ライブ生配信、ね、始めたばっかで、この日ちょうどやってたんですよ。で今頃チーアコンサート行ってるわって言って、でそのコメントの中で、神席なんじゃないみたいな話をしてたんだよ。お、そうそうそう、あのね、今までってドームとかさ、うん、の天井とかだったから、うん、一番後ろもあるよ、米粒みたいな、うん、状態とか、こんな近くでっていう。
なもね言ってた、もう本当にまだ声出せないけどこうやって会えたのが良かったみたいなこと言ってたわ。まあちょっとこれねジャガーとかで聞いとけばよかったと思ったんだけど、ピアアリーナ、うん、あの今後も例えばあの美少年だったりハイハイジェルだったりとかピアアリーナとかどんどんジャニーズやります、うん、初めて行きました、はい、ちょっと教えてよいろいろ。僕は桜木町と彼行ったんだけど、うん、何箇所かあったの、はい、駅があります。駅から大体どこも10分ぐらいなんだけど、うん、で着いてさめっちゃ乾燥してるし喉乾いたからさ水飲もうと思ったら全然なくて、コンビニも、ああ行く途中ね、確かにライハもコンビニもないし、うん、で調べたら駅まで戻るとただあるの。ピアリーナに着けば着くほど何にもないの周り、はいはいはい、ビルはあるけど。そうだね、結局ニトリ行ったトイレの前に自販機あったからそれで水買えたんだけど、あの駅出たところで買うかちゃんと買ってから行ってください。近づいてけ、 近くで買えばいいやと思ったら何もないですから自販機は、うん、ほんと買っておいてください。というわけでキスマイめちゃくちゃ楽しかったでした。みんなも楽しんでね。高評価、チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。